今日も実況撮ろうかな。今日は何のゲームをして遊ぼうかな。タイトル画面ね。はい。タイトル画面だね。じゃあ、今日はね、このゲームやるの初めてからだから、初めからやろうか。よし。私を起動してくださってありがとうございます。初めから押してくださったら何も始まりませんよ。え？あれ？おかしいな。俺ゲームなんだよね。初めからだから、もう初めてのゲームだから、始まるはずなんだけど。このゲームにはどんな壮大なストーリーがあるとか、どんな夢があるとか、そんなものはありません。ただ、私がここにいます。ああ、はい。よければ私と付き合ってくれませんか？タイトル画面の選択肢を選ぶだけでいいのです。よろしくお願いします。選択肢を選ぶ。でもさ、言うてでもさ、まあ、初め、まだ、やったことないんですけど、このゲーム。続きからじゃあやるか。続きからですか？このゲームにロード機能はありませんよ。そうだよね。まだ始めてないもんね。でも、私との関係を恋人の続きから進めてくれたいと思ってくれたんですね。嬉しいです。そりゃ、嬉しいことです。何か物語を用意しますね。ちょっとだけ待っててください。はい。まあ、続きからだもんね。続きから押してくれましたね。でしたら、とあるお話を続きからお話ししましょうか。そうすれば楽しいでしょう。仮面の男の館から逃げた二人は、夫婦になりました。やがて、子供が生まれましたが、出産の負担で母親は死亡。そのショックで、父となるべき男は、息子を愛せず、魔法で、他の世界に飛ばしてしまいました。猫の父親は、自分の子供を子供と認識できないそうです。その男もまた、愛する妻を失う原因となった息子を許せなかったのでしょう。そして、後から後悔しました。息子を、真っ当から愛することができなかったことに。その子供はどうなったかって？幸運にもとてもたくましい子だったんで、自由に気ままに幻想世界とかで生きてますよ。やがて子は羽ばたき、愉快な友と出会うでしょう。あんたも私の子作りしたいですか？私はタイトル画面なので、残念ながらそういうことはできないです。非常に残念です。そうだね。タイトル画面だね、あなた。なんか、タイトル画面なのにあなた、めっちゃおしゃべりだね、あなた。これでさらに続きからって押すとどうなるんだろう。あ、続きからですね。またとあるお話続きから話しましょう。はい。少年は目覚めました。最愛の妹と別れを告げました。それでも、目覚めた先の世界は不幸ではありませんでした。仲の良い友達がたくさんいたからです。クラスに不思議な転校生がやってきたり、夜の学校を探索する親友をサポートしたり、クリスマスではパーティーを計画して実行して楽しんだり、中二病たちは今日も楽しく過ごしています。お互いいろんなものを抱えながら、あなたも中二病を抱えてますか？それとも何か悲しいものを抱えてますか？少なくとも中二病を抱えてんな、俺は。私はそんなあなたを全て受け入れますよ。あなたを愛し尽くしてみせましょう。すいません、ゲームの方をしたいんですけど、私。続きから、これ初めからって押すとどうなるの？また初めから押しましたね。何も始まらない。いいえ、私とあなたの物語が始まるのかもしれませんね。タイトル画面だよ、あなた。こうしてお話しできることを光栄に思います。たくさんお話しましょうね。タイトル画面だから移動なんかさせませんからね。続きからですね。またお話を続きから話します。続きから話すんだね。密室に監禁されました。よくある話です。ないよ。いきなりない。例えば、何か思い出さないといけないことがある。例えば、性的手段でもあなたを捕らえたいとする者がいる。例えば、獅子を切り落とし欠損させてもあなたを愛し尽くしたい者がいる。例えば、無慈悲で残酷なシーンを何度も繰り返すとする。例えば、鎖で縛られた者に催眠術にかかったりする。例えば、
そこを深海だと信じ込み、最愛の人に裏切られたりする。例えば、なんか変な空間で変な展開を迎えたりする。例えば、甘い香りのする白い部屋で暴力を行われるとする。例えば、悪魔に捧げられて赤道にされるとする。例えば、絡みつく食事に自ら望んで産まされたりする。例えば、閉じ込められた場所はそうこれ、友情以上の感情を育んだりする。例えばが多いんすよ。密室には、様々な愛の物語があるんです。一部愛じゃなかったよ、絶対。私もあなたを、密室に閉じ込めたいです。あ、そうだ。このタイトル画面に永遠に閉じ込めればいいんですよね。怯えないでくださいね。すべて受け入れてくださいね。ふふふ。どうしよう。設定変えてみるか。設定を変更するんですか？申し訳ありませんが、このゲームにオプション変更機能ないんですよ。面白いこと言ってくれんな。私はあなたのことが大好きです。その事実さえあれば十分ではありませんか？続きから押すとどうなるの？続きからですね。また続きからお話ししましょう。捕らえた少年は、施設の人間を全員殺して、自由を手に入れました。どんな話だよ。なんかもう、なんか、残虐性のあるシナリオしか出てこねえじゃねえかよ。また、別の捕らえた少年は、次々と殺される仲間を助けることができず、孤独に震えている時に助けてもらいました。実は、この二人には、関係がないようで不思議な因果があるのです。でも二人は、違いすぎていたのです。二人は確かに憎しみを抱えていたでしょう。でも前者は攻撃的になり、人を殺す存在になった。後者は助けられた恩から人を救える存在になった。でも二人は、幸せになりたかったんでしょうね。私もタイトル画面として捉えています。救ってくれるのはあなただけ。私も幸せになりたいです。助けてくださいね。見捨てないでくださいね。え助けようがないんだけど、タイトル画面なんだからさ、ゲームをさ、この先にあるゲームを俺知りたいんだけど、初めからですね。私はタイトル画面です。意図的に作られた存在です。確かに。でも今あなたの画面の前にいるのです。確かに。それはとても嬉しいことです。話せる相手がいるのは嬉しいことです。いや、そもそもタイトル画面って話さねえんだわ。タイトル画面って話さねえんだわ。一人ぼっちだったので、こうして起動してもらえて嬉しいです。仲良くしましょうね。初めから押してくださいね。あなた今ね、何個のゲームの初めから押しましたか？結構だね、フリーゲーム実況者の時期もあったからね。またあった、スタートニューゲーム。名前は違えど、いろんな名前あったでしょう。その先にいろんな出会いがあったでしょう。でも今だけは、すべて、忘れて、私だけを見てください。私だけの、初めから押してくださいね。なんだこのゲームは。何を始めましょうか。とりあえずお話でもしましょうか。お互いを知ることが恋愛への第一歩ですからね。え？私と恋愛するためにこのゲームを起動したんでしょ？ゲームの説明文と説明書を読みましたか？めたいこと言うなよ。私はあなたを愛し、あなたは私を愛する。とても幸せなことですね。ちょっと恥ずかしいですけど、はっきり言いますね。好きです。付き合ってくれませんか？あなたに拒否権はありません。付き合いましょうね。続きから。また続きからお話ししましょう。薬物自殺した少女。永遠の眠りの世界で、姫様となり、素敵な王子様になり、結ばれました。王子様には友達もいました。王子様の友人たちは、現世に帰ってきてほしいと願いました。それでも彼は、少女を選び、元の世界に戻ることはありませんでした。幸せな夢世界の恋物語。私、この話大好きなんです。現世で結ばれなくても夢の世界で結ばれるなんて。確かに。それは、ロマンティックだね。私もあなたもなんでそうなんの？あなた夢の中に毎晩現れますね。タイトル画面が？タイトル画面が？続きから押すか。なんで自殺した？
続きからですね、また続きから語りしましょう。彼女は自殺しました。家族を全員殺して、そして彼女を愛する人全てを裏切って、そんな怪獣は愛されていたのです。彼女を追い続ける親友、彼女の死を受け入れられない男、狂ってるのは彼女だけではなかった。親友も男も狂っていた。そしてその狂気は新たな物語を生み出すでしょう。例えば彼女が五線譜で縛られたり、例えば彼女が桜の木の根に囚われたり、彼女が生きていなければどうなっていたんでしょうか。子供が生まれたりしてネグレットされていたんでしょうか。やめなよそういう発言。孤独の嘆願おまけは考えます。様々な分岐、様々な死の物語、蔓延する彼女を止める方法、なんだか素敵な表現になってしまいましたね。でもこの物語は確かに愛があるのです。女は何もかもを愛し、何もかもに絶望してしまった。私があなたを愛するようにきっとそれとも一緒なんでしょう。ただ私は絶望はしたくないです。私を愛してください。続きから押し続けるか、こうなったら。続きからですね、またお話ししましょう。子供にとって親とは絶対、その娘たちも親を愛していました。ある子は親に叱られ倉庫に閉じ込められるというお仕置きをされました。結果として反省はしましたが、その子は予期せぬ不幸に恵まれ死にました。なんか死ぬ日暮者多いな、さっきから。ある子は母を失いました。そして学校の父は狂い、その子をモデルにしたいと言い、彼女は喜びましたが、彼女は父親に殺されました。父が書き語ったのは娘の死体だったのです。おい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 どちらも親が産んだ不幸の死です。親には絶対なのですかね。私には分からないです。私の親なら知らないし、どうでもいいことです。それよりも私の絶対は今このゲームをプレイしているあなたです。あなたこそ絶対です。私を愛してください。見捨てないでくださいなんかタイトル画面に声されてないか、さっきから。次の話は食べ物の話をしましょう。そうだね、今までがさ、今までがあれだったんだよ。今までなんか歪んだ恋の話だの、なんだのさ、あの、死ぬだろうな、なんかネグレクトなのさ、良くない話ばっかりだったから、食べ物の話じゃないですか。そうそうそう。ちくわの穴って暗くないそうですよ。ちくわには希望があるのです。死を望んだ者に、再び希望をもたらしてくれそうです。ちくわすげえじゃねえか、ちくわ。一方でバナナは死に至る者を優しい星空が包むそうです。愛し合った二人のすれ違い、それでも愛し合っていた。それは確かなことで嘘ではない。バナナって言うと卑猥だからやめてくれる？あれ？これバナナじゃなくてバナナクリップの話でしたね。平凡な幸せを歌いたかったわけの平安アクセサリーですね。果たして、永遠と眠りと言われる死は幸福なのか不幸なのか。私は、あなたに見捨てられた時こそ死です。死にたくないです。眠りは嫌です。暗闇は嫌です。愛してください。続きはですね、季節の話をしましょう。クリスマスは幸せですか？私はタイトル画面なので、クリスマスがわかりません。タイトル画面がさ、真っ白だもんね、君。真っ白の中にさ、私はタイトル画面ですって書いてあるだけだからな。冬も減ったくれもないわな。ぬくもりの電子ピアノが奏でるメロディーは幸せを呼び、良い子にはプレゼント、悪い子には恐ろしい仕打ちをするサンタさんが存在すること、それしか知りません。クリスマスの服やサンタさん、本当に幸せそうですね。私もあなたと幸せなひとときを過ごしたいです。いえ、今もこうして話があって幸せですが。ほう、続きはですね、お話ししましょう。夜の学校はホラーゲームの代名詞ですね。そこ学校には何が潜んでいたのでしょう。嫉妬に狂った悪魔、それとも愛する人に裏切られた自殺者の亡霊、それとも本当に怖いのは夜の学校を探索する人間たち。いずれにしても恐ろしいですね。夜の学校には行ってはいけませんよ。私はあなたが心配です。あなたは私だけを見ていればいいのです。なんかどんどんヤンデレっぽくなってきたぞお前続きをお話しましょう。例えば突然無慈悲に殺される女の子
やあ、もう、このゲーム。いきなりもう無慈悲に殺される女の子とかさ、出てこまへんって。例えば、こう見直し、後悔に悔やまれる女の子。女の子はいつだって犠牲になりやすいものですね。まあ、ねえ。弱者は知りたければそんなものです。女の子がひどい目に遭うと興奮する人もいますね。ひどい話です。すいません。私ですか？私だったらタイトル仮面のような性別の概念はありませんよ。そんなもの純粋な理由には必要ないじゃないですか。ねえ、愛し合いましょう。続きですね。有名な話で語りましょう。その男は、自分と向き合った後に洞窟から出てきました。証人にそそのかされ、四天王と魔王を倒しました。すげえな。まるで勇者のようですが、彼が抱えているものはあまりにも槍が深かった。あれ、なんか、知ってるぞあれ、なんか知ってんな。魔王を倒して、四つの精霊倒して、闇が深かった存在、なんか知ってるぞ、俺。もし彼が魔王に負けていたら、地下に監禁されてたかもしれませんね。誰かの不幸を呼び起こさないために。世界を支配するってどんな感覚なのでしょう。あ、私はこのゲーム支配者でしたね。タイトル画面という顔をしたタイトル画面だけのゲームの支配者でした。そんな私にも愛してくれますよね。私はあなたを愛しています。階段は登るものですか？降りるものですか？ああ、突然すいません。階段って概念がよくわかんなくて。そこには青春がありますか？それとも悲しみがありますか？登った先に未来はありますか？降りた先に悲しみはありますか？よくわかりません。登っても幸せになれず、降りてもダメな攻めは試合でしょ？よくわかりません。わからないのです。あなたは私の恋人で、私が死んだらあなたは何をしますか？井の底まで追いかけてくれますか？私は、あなたが亡くなったら海の果て、森の果てまでどこまであなたを追いかけるでしょう。ところで、話は変わりますが、ポリアモリーって概念をご存知ですか？知らない。私はあなたが恋人を他に作ったら嫉妬してるでしょ。まあそうだろうね。浮気みたいなもんだからな。でも俺タイトル画面と付き合う気はないけどな。それでも、私のこともしっかり愛してくれなら許しましょう。愛してくれないなら許しません。私たちの関係をアンインストールしたい？絶対認めませんよ。私は空っぽなんかじゃありませんからね。異常だって？私は異常な状態なのかありません。ただ純粋なタイトル画面です。兄弟って概念について教えてくれませんか？私には家族はありません。まあ、タイトル画面だからな。だからよくわからないのです。あなたは私の愛する人。でもそれは、兄弟や家族との愛とは違うものですか？ある男は、他人の男を愛するために兄弟と偽ったそうです。それも一つの愛なのでしょう。はぁ、あ、はぁ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 、なるほどね。兄弟、家族、愛。わからない。私はあなたが好きなだけです。なんか一途なタイトル画面やな、随分。例えば、一人の男は五人から同時に愛されても誰も喧嘩しない。とても平和な世界。ハーレムって言うんですかね、こういうの。無条件の幸福は不安になります。何か奥に悲しみがあるのではないかと。それでも、平和と愛を求める気持ちはわかります。とてもよくわかります。私とあなたの平和で等しい愛はここにありますよね。ないよ。私はあなたを愛し、あなたは私を愛している。間違いないことですよね。いいえ。このゲームは平和で等しいものですね。当然、ま、すっげえ平和だよ。BGM。BGM 超平和。うん。続きから、ああ。私は誰かの物語を続きから語ることしかできない。あなたと私の物語はいつ始まり、いつ続きを紡ぐのでしょう。え！もう他人の話はしたくないです。私たちだけの物語を続けたい。続きから。私たちの愛は続きますよね。永遠に続きますよね。見捨てないでください。私を愛してください。私はあなたを愛しています。なのにこのゲームは続かない。タイトル画面から動かない。どうして？どうして？
続きから続きから続きから。おお、口。つまり私たちの関係は永遠に続きから続くということですね。私たちは結ばれたんですね。そうですよ、私たちは愛し合ってるんです。幸福、限りない幸福、続けてください。永遠に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 、あはあはは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 は